東京競馬場本日の第3レースの発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはアンフォーチュン。綺麗なスタートを切りました。アンフォーチュン、この辺りも前へ行きます。先頭に戻りましょう。アンフォーチュン先手を取りました。並んで3番マッハグレード、すぐ後ろにスペシャルクリフ、後ろからの競馬になりました。ノーブルファッション、鞍上の手はどの辺りで動くんでしょうか。すぐ後ろにシリウスドール、最後方にスイートメテオ、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度後継機を通過していきます。ここでマッハグレード先頭に変わりました。まだ粘っています。2番手のスペシャルクリフ先頭を捉える勢いです。マッハグレード先頭、差はほとんどありません。2番手はシリウスドール、先頭を捉えるか。さあノーブルパッション一気に来た。シリウスドールいっぱいになった。残り 200m、 先頭はシリウスドール、スペシャルクリフ必死に追いすがります。スペシャルクリフ追いすがります。大外から一気にノーブルパッション、シリウスドール、シリウスドール1着、2着は微妙です。見事に勝ちましたシリウスドール。中山競馬場本日の第3レースの発走です。スタートしました。ルビノセレクト、スタートのタイミングが合いません。さあ先行争い何が行くんでしょうか。ノーセンウイングス前に行きそうです。ノーブルビジョン、それに続いています。さらにはノーブルトゥーレ、3番ノーブルストリーム、その後ろルビノセレクト、後方からの競馬。前に戻りましょう。先手を取ったのはノーブルビジョン、その隣にノーブルストリーム、その外にノーセンウイングス、その後ろからはノーブルトゥーレ、その隣にオートダーク。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のサイドイブリッド、現在馬群の中ほどにつけています。フライングヒーロー、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。前に戻りましょう。先手を取ったのはノーブルストリーム、これに続くのがノーブルビジョン、少し開いてシリウスドール、並んで栗色の馬体、フライングヒーロー、サイドイブリッド、後ろからになりました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はノーセンウイングス、ノーブルストリーム、ほとんど差がありません。ノーブルビジョン3番手、サイドイブリッド、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭はノーブルストリーム、残り 200m、 先頭はノーブルストリーム、サイドグリッド、ここでやってきた。シリウスドール先頭、フライングヒーロー食らいつく。シリウスドール、シリウスドール1着、2着にはどうやらフライングヒーロー、勝ったのはシリウスドール、サイドグリッド、敗れました。これは掲示板までです。東京競馬場本日の最終レースの発走です。スタートしました。オリーブマーメイド、好スタート、アップバック、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオリーブマーメイド、花に立ちます。その後ろからはアップバック、この馬も上がっていく構えです。さらにはアグネスモンロー、連勝中の西の差、その後ろもう一度先頭からアグネスモンロー、先手を取りました。青の帽子オリーブマーメイド、その後ろメジロメドウ、それに続きます。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のシリウスドール、後方につけています。アイアンピート、前走は人気を裏切ってしまいましたが、今日はどうでしょうか。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはオリーブマーメイド、間が空いてアグネスモンロー、その後ろからはメジロメドウ、その外にアイアンピート、黒の帽子ユリのミラクル、その後ろすぐ後ろにミレニアムブルース、並んで11番ヤマニンリバー、すぐ後ろにバッハパール、その隣にメジャーキャスト、すぐ後ろにリッチアクティブ、
後ろからの競馬になりました。シリウスドール、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。さあ先頭は依然として栗色の馬体オリーブマーメイド、2番手は西の里アグネスモンロー、3番手4コーナーカーブから直線コースに向きましたオリーブマーメイド、先頭1馬身から2馬身のリード、2番手はアグネスモンロー、先頭を捉えるか。やはりシリウスドール先頭だ。残り 200m、 後続を引き離すシリウスドール、足色は衰えません。2番手はアグネスモンロー、完璧です。強さを見せましたシリウスドール、1着2着はマッハパール、これは物が違うシリウスドール。京都競馬場、本日の第9レースの発走です。スタートしました。アドマイヤイメージ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアドマイヤイメージ行きました。続いて前へ行くのはポーエアース、さらにはオリーブトゥルース、連勝中のマイネダムール、その後ろ。それでは先頭からこの辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気の大中天狗、中段につけています。前に戻りましょう。ポーエアース、先手を取りました。その隣にマイネダムール、その後ろからはアドマイヤイメージ、青の帽子エイシンスプリング、その後ろカリスマフィールド、それに続きます。これに続くのがハイキマーブル、すぐ後ろにシリウスドール、西のジャーニー、すぐ後ろ。その後ろにオリーブトゥルース、白の帽子西のクリスマス、その後ろ。その外に名勝ダンサー、後ろからの競馬になりました。大中天狗、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。このあたりで先頭が変わりました。エイシンスプリング、まだ粘っています。オーエアース、ほとんど差がありません。大中天狗、この位置から届くのかどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はエイシンスプリング、その外からはアドマイヤイメージ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。エイシンスプリング先頭、あと 200m、 先頭はアドマイヤイメージ。エイシンスプリング必死に追いすがります。一気にシリウスドール、シリウスドール差し切った、シリウスドールゴールイン、シリウスドール1着2着はアドマイヤイメージ、これは物が違うシリウスドール。東京競馬場、本日の第9レースの発走です。スタートしました。カフェスルー、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくカフェスルー行きました。続いて前へ行くのはサドンホリデー、さらにはオーセンブライド、6番マチカネ鈴鹿、その後ろマイネルグルーヴ、後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはサドンホリデー、カフェスルー、それに続いていますマチカネ鈴鹿、すぐ後ろ。その隣にシリウスドール、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のフィールドフリート、現在馬群の中ほどにつけています。もう一度先頭から、先手を取ったのはサドンホリデー、そして大きく離れてマチカネ鈴鹿、この位置です。シリウスドール、すぐ後ろ並んで足毛の馬体アドマイヤエミデム、ピンクの帽子日高クリテンダー、その後ろ。内からは栄枝バナー、並んで足毛の馬体ハッピーアルダン、すぐ後ろにマイネルフォックス、フィールドフリート、後ろからになりました。すぐ後ろに名勝ウイナー、最後方にパフェスルー、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度大ケーキを通過していきます。前はサドンホリデー、オーセンブライド、ほとんど差がありません。フィールドフリート、いい位置です。さあここからどうか。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。サドンホリデー先頭、差はほとんどありません。2番手はアドマイヤエミネム、追いすがる。残り 200m、 サドンホリデー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。シリウスドール抜けた、栄枝バナー追いすがります。シリウスドール
シリウスドール1着、2着にはどうやら栄えがばな、見事に勝ちました。シリウスドールフィールドフリーと敗れました。これは掲示板までです。新潟競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。ギャロップメーカー、好スタートを切りました。シリウスドール、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくシリウスドール行きました。続いて前へ行くのはパフェスルー、さらにはギャロップメーカー、9番オートリーブリッジ、その後ろマイネルグルーヴ、後ろからになりそうです。それでは先頭から、先手を取ったのはマイネルロバビー、緑の帽子オートリーブリッジ、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のシリウスドール現在先団です。オーセンブライド前走に続いてここも連勝なるでしょうか。先頭に戻りましょう。マイネルロバビー先手を取りました。その外からオートリーブリッジ、その後ろにギャロップメーカー、その隣にサドンホリデイ、その横にナックルブレーブ、オレンジの帽子シリウスドール B 位置につけました。その隣にノーブルタイガー、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はマイネルロバリー、ここで先頭が入れ替わりました。オートリーブリッジ、マイネルロバリー2番手に控えました。3番手にシリウスドール、絶好の手応え。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。オートリーブリッジ先頭、差はほとんどない。残り 200m、 先頭はシリウスドール、オートリーブリッジ必死に追いすがります。シリウスドール先頭、マイネルグルーヴ食らいつく。シリウスドール、シリウスドール1着、2着にはどうやらマイネルグルーヴ、1番人気に応えました。シリウスドール見事です。中山競馬場、本日の第9レースの発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、ロックグラフ前に行きそうです。マイネルロバリー、それに続いています。さらにはオーセンブライド、10番イージーテイオー、その後ろ。それでは先頭から、先手を取ったのはマイネルロバリー、すぐ後ろにロックグラフ、並んで5番オーセンブライド、すぐ後ろにイージーテイオー、好位置をキープしています。シリウスドール、内からはフィールドフリート、マイネルフォックス、すぐ後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のシリウスドール現在先団です。フライングヒーロー、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはマイネルロバリー、さらにはロックグラフ、間が空いてオーセンブライド、シリウスドール、好位をキープ、並んで1番フィールドフリート。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はマイネルロバリー、まだ粘っています。2番手はロックグラフ、フィールドフリート、3番手シリウスドール、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。マイネルロバリー先頭、あと 200m、 マイネルロバリー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。シリウスドール抜けた。ハイクヤフェア食らいつく。シリウスドール、シリウスドール1着、2着にはどうやらハイクヤフェア。シリウスドール見事1番人気に応えました。阪神競馬場、本日のメインレースの発走です。
スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。バイオエアデール前に行きそうです。エトワールコメント、それに続いています。さらにはシンボリバード、13番シリウスドール、その後ろブロードコラム、後ろからになりそうです。それでは先頭から、先手を取ったのはエトワールコメント、栗色の馬体、オーバチュア2番手を追走。これに続いてバイオエアデール、並んで7番シンボリバード、ノーブルシー、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。1番人気のオーバチュア、現在先団に取り付いています。前に戻りましょう。先手を取ったのはエトワールコメット、栗色の馬体、オーバチュア2番手を追走しています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として前哨戦の勝ち馬エトワールコメット、2番手はオーバチュア、これは絶好の手応え。間を挟んでノーブルシー、3番手オーバチュア、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はエトワールコメット、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったオーバチュア、オーバチュア先頭、リードを広げにかかります。2番手はシリウスドール、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。一気にシリウスドール、シリウスドール、シリウスドール1着、2着にはどうやらオーバチュア、見事に勝ちました。シリウスドール、オーバチュア2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。京都競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。オーバチュア好スタートを切りました。ステイスパークル、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくオーバチュア行きました。続いて前へ行くのはステイスパークル、さらにはキャッスルシティ、7番ロイヤルビジョン、その後ろ後方に控えたのがマチノパス。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のグルーヴ、現在先団に取り付いています。チャペルビーナス、前走は大敗してしまいましたが今日はどうでしょうか。それでは先頭から先手を取ったのはオーバチュア、その後ろからはロイヤルビジョン、ステイスパークル、すぐ後ろ好位置をキープしていますグルーヴ、これに続くのがキャッスルシティ、マイネルリバー、それに続いています上海エンゼル、すぐ後ろこれに続いてシリウスドール、クイックバード、そのうちに続いています。その外にピダカプリテンダー、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として4番オーバチュア、ロイヤルビジョン、ほとんど差がありません。3番手にグルーヴ、絶好の手応え。グルーヴ、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はオーバチュア、離れてロイヤルビジョン、離れてステイスパークル、4コーナーをカーブして、さあこれからです。オーバチュア先頭、残り200m、オーバチュア先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。オーバチュアここまでか。一気にシリウスドール、チャペルビーナス、シリウスドール1着、2着にはどうやらチャペルビーナス、見事に勝ちました。シリウスドール、グルーヴ敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。こちら門別競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。おっとコンサートポケット出遅れてしまいました。さあ果たして何が行くでしょうか。アフネスウェール前に行きそうです。サクセスグレース、それに続いています。さらにはプライムシリウス、前哨戦の勝ち馬シリウスドール、その後ろブロードコラム、後方に控えました。もう一度先頭から見ていきましょう。サクセスグレース先手を取りました。すぐ後ろにアフネスウェール、その隣にプライムシリウス、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはサクセスグレース、大きく離れました。アフネスウェール、その隣にプライムシリウス、パーソナルハニー、すぐ後ろコンサートポケット、それに続いています。その後ろからはブロードコラム、シリウスドール、後ろから黄色の帽子クールフォレスト、その後ろ内からはタイキハウス、
さらにはアンダーストリーム、黒の帽子、スマートコレクター、その後ろ。最後方にソシアルメール。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてサクセスグレース、2番手はプライムシリウス、パーソナルハニー、3番手さあシリウスドール、前を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はサクセスグレース、4コーナーをカーブして、さあこれからです。サクセスグレース、先頭1馬身から2馬身のリード、残り 200m、 先頭はパーソナルハニー、シリウスドール先頭です。このまま押し切るか。シリウスドール差し切った。シリウスドール1着、シリウスドール1着、2着はスマートコレクター。勝ったのはシリウスドール。こちら金沢競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはノーブルサイレン、サイドイメージ。この馬も好スタートを切りました。前へ行くのがサイドイメージ、ノーブルサイレン、これに続きます。好位置をキープしています。シリウスドール並んで連勝中のアイルトンアトラス、ニューパークすぐ後ろ、フェイバークライそれに続いています。ハイキフォードすぐ後ろ。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはサイドイメージ、オレンジの帽子、ナガーチェイサー、その後ろフェイバークライそれに続きます。これに続くのがニューパーク。この辺りで各馬第1コーナー右にカーブしていきます。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはナガーチェイサー、その後ろからはフェイバープライ並んで9番サイドイメージ、ニューパークそれに続きます。その隣にノーブルサイレン、すぐ後ろにアイルトンアトラス、さらにはアイキフォード、その隣にウエスタンシンガー、最後方にクリスマスソックス、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。8番ナガーチェイサー依然として先頭。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてナガーチェイサー。ここで先頭が入れ替わりました。シリウスドール、ナガーチェイサー2番手に控えました。さあシリウスドール逃げ切れるか。後続も追い上げていきます。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。シリウスドール先頭、差はほとんどない。シリウスドール粘る。ノーブルサイレン追いすがります。シリウスドールもう一伸び。シリウスドール、シリウスドール1着、2着にはどうやらノーブルサイレン。勝ったのはシリウスドール。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。クロスガリバー前に行きそうです。グローブ風船それに続いています。さらにはグルーブ、10番防衛フルーツ、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。ソリッドテイスト先手を取りました。黄色の帽子、クロスガリバーその後ろ、その外から防衛フルーツ、その外にアムールボンバイ。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から見てみましょう。ソリッドテイスト先手を取りました。少し間が空いてクロスガリバー、その外からアムールボンバイ、緑の帽子防衛フルーツ、その後ろレイクスピリッツ、そのうちに続いています。並んで連勝中のアルアムール、シリウスドール、後ろから内からはトゥルータウン、これに続くのがストレートオペラ、コートブラウン、それに続いています。キャッスルシティすぐ後ろ、その後ろにグローブ風船、しんがりからハローキャッシュ、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。さあ先頭は依然として連勝中のソリッドテイスト、クロスガリバーほとんど差がありません。グルーブ3番手、大外からオレンジの帽子、シリウスドール、伸びてきた。後続も追い上げていきます。さあいよいよ直線の攻防。ソリッドテイスト先頭、差はほとんどない。ソリッドテイストいっぱいになった。残り 200m、 先頭はシリウスドール、先頭はグルーブ、グルーブ先頭、シリウスドール、シリウスドールもう一伸び。シリウスドール、シリウスドール1着、2着にはどうやらグルーブ。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはシリウスドール。